これは一体どういうこった？これがあいつらを追突してまで追いかけ続けた2台の車。片輪の3つはパンク、そして側面のガードレールに激突して沈黙。で、運転手は1人死亡でもう1人は救急病院行きっと。で、気になるのが、車の側面に衝突してもないのにでかいへこみ。どんなに力の方向が変わってたとしても、このへこみ方はありえない。また驚きなのが、これだけ暴れ回ったこの2台、一般人の車には全く衝突していない。まああいつらの方はちゃんと避けて運転してたのは明確。これ、何のへこみだ？東雲さん。なんだ？ビデオ確認したらとんでもないものが。あ、なんだこの映像。ここ周辺じゃねえじゃねえの。このバイクなんですが、数十分後にこの車に。ほう。こいつ。とんでもねえ芸当を見せやがる。おい、映像を鮮明にしてナンバーを照合しろ。こいつは、骨のあるおもろいやつだ。ああ、言ってて。ぐう。うわん、結構強い打撲だね。力入りにくいでしょ。骨は大丈夫だったけど、湿布と鎮痛剤渡しておくから右腕はしばらく安静にしてなさい。アイス。高くつくわ、用心。へいへい。アスカの右手の剣もどうにかなりそうってことで、じゃあ当時の話をいいか。親父の言いつけ通りの仕事で県外に行った、そこはいいですね。あ。終わった時に違和感に気づいて、高速で向かう時に後ろにいた車。その時と同じ車が、真後ろにいた。頭に言われて俺は気づきました。それでアスカと検討し、相手の動きを探るためまずは飛ばしました。で、それを追ってきたと。それでそこからはカーチェイスになる。と思ってたら、横からがっつりぶつけられ。結果2台とのカーチェイスに。そこからは俺がミュートにして繋げたままにしてたんだよな。はい。それでその後に、逆走してきたバイクが1台。すれ違ったんです。バイクが逆走。俺は運転に必死だったんですけど、かろうじて見えたのが、その追ってくる2台の横についた瞬間、その車がどちらもパンク。そして、ほぼ2台同時にバイクでバランスを取りながら、蹴りを入れたんです。逆走した状態でか。はい、正直一定次元のような瞬間でした。その後ですが、バイクを捨ててそのまま高速道路から落ちていったんです。え、そこは見れなかったが。いや、落ちていったというか、自分から飛び越えていったというか、そんな感じがしました。わかることは、これで全部になります。そうか。結果的には助けられたという形か。でも、二人が無事でよかった。まともな案でなかったからな。その分怖い思いをさせたな。不甲斐ない親ですまん。明日お前大丈夫か？死んでないか？死んでないかって？生きてますよもう。さあもうマジで焦ったぜ。お前と頭が高速で偉いことなったって。危うく俺の退屈しのぎがいなくなるところだったぜ。退屈しのぎってなんすか？ナリミヤの兄貴。キリト、さすがに言葉選べ。いいだろうが酔ってたんだから本音言ったって。本音ってなんすか？えらい言われようだな。死にかけたってのに。まあ、ああやってでかくなるんでそっと見ておきましょう。にしても、バイクの件は一体誰が、俺らの味方、なのか。あれ、思ったより時間かかったな。すみません、実家の親の用事で少し。そうか、まあいいや。組長呼んでる。親御さん、体調悪いとかか。詳しく話すと長くなりますが、この世の不条理の犠牲になってしまったので、可能な限り、やれることをしたいだけです。そうか。ところで、今回は何か任務でしょうか。いやな、お前の働きには目を見張るものがある。だから今回、俺ら立花組の真の目標をお前にも共有しようと思ってな。それは信頼の証、という解釈でいいのですか？そんなところだ。俺ら立花組の目標は、関東極道の全滅だ。関東極道の、全滅？そうだ。これは俺が東大襲名した時から周知させていたものだ。少々昔の話になる。立花組と銘打ってるからわかるだろうが、先代の名前は立花の親父だった。関西では恐怖の象徴とも言える圧倒的な存在だった。そして、定めたことに関しては必ず達成するまで諦めない。
男気のある人だった。だが、とある戦いで親父は瀕死の重傷を負った。それが、関東との戦い。当時は俺も参加したが、敵味方それぞれ無謀という感想だ。瀕死の重傷を負った先代は、そのまま亡くなった。だが、その無念の日は消さずにいてくれた。先代は、自分をここまで追いやった関東極道に復讐をしたい。そして、メンツを潰された怒りを俺らに残していたんだ。極道ってのはもともとメンツの生き物だ。そして、親をやられた極道ほど惨めなものはない。どんな形であれ、親をやったところには報復する。でないと地元でしのぎができねえ。だが関東極道の誰がやったか、先代は記載してなかったが、最後に立ち会った際に聞いたんだ。関東だけは、許せないと。そういうことですか。これを知った上で、次の任務だ。東京に行って氷室と合流してくれ。教室の兄貴のところに。じゃあ俺もこの報復に参加と。ああ。すでに氷室は東京に潜伏中。先に関東の柊木霊という極道はやった。到着してからは、氷室の兄貴の指示を仰ぐ感じでしょうか。そうなる。うまく動いてくれ。お前ならいい働きできるだろう。はい。徐々にこちらの武闘派を東京に送る算段だ。先に地盤を固めていてくれ。もしもし。お疲れ様です、スメラギ京也です。親父から任務が来まして。ああ聞いてる、お前が来るんだってな。こんな早い段階で新人も参戦とは。お前よっぽど期待されてんだな。どうなんですかね。とりあえずそちらに向かいます。おう、そうだ。こちらに向かうなら一般の自由席にしておけよ。極道門はいつ見つかるかわからないからな。わかりました、到着次第また。関東が関西の極道にそんな仕打ちを。これは俺も、ちゃんと動かないと身を滅ぼす案件だ。さてと、着替え、また買っとくか。ただいまー。早かな日向。学校側に都合かどうか知らないけど、早く終わってさ、寄り道せず帰れって、おかげで暇だよ。ふん、なんや緊急の会議でもあっとるんかいな。さあねー。ほんならどうするかいな、ゲームでもするかい。そうしよっかなー。復讐は夜にしたいし、テレビ使うね。あいよさてさて、本社。うわお、何これ。どうしたんや。高速、10キロの事故渋滞だって。そらまた何があったんやろ。関係者からの情報によりますと、本日のお昼12時前後、乗用車2台が高速道路でガードレールに衝突する事故が発生。対向車線を除いた3車線ある左右それぞれに衝突しており、渋滞は現在も解消されておりません。大破してるわけじゃないけど、左右に車が分かれてたから渋滞が。あの車、横断席や。ということは裏の人間が事故った。しかも事故処理と現場に取るの昨夜ないか。はあ、お父さんお母さんが高速を使う人らじゃなくてよかった。帰ってこれへんもんな。そ、ごめん、まだ見る。ゲームしていて。なんでかなぁ。事故った2台のナンバーを調べたら盗難車を改造したもの。もっと謎なのは、バイクのナンバーが照合できないこと。しかもメーカーに問い合わせしても誰が作成したかわからないときた。今結構自分で改造してたみたいだが、ナンバーが照合できないとか、どっかの疫病神探偵とアルセーヌ三世かよ。失礼します、東雲さんいます。はいはい、なんでしょう。一応ですがご報告を。病院に運ばれた怪我人ですが、意識が戻りました。事情聴取どうします、来ます。おっと、そういうお誘いとは。別の縄張りの俺を巻き込むのは一体。極道関連であることはあなたが関係してる時点で把握できてます。なら、あなたも同席してもらった方がことがスムーズにいく、考えたわけです。俺を利用しようってわけですね。あなたが言ったことでしょう、利用できるものは利用する、と。ふん、違いない。似た考えでよかったっすよ。本社をともしますよ。こっちもいろいろ疑問もありますしね。これは交通課の報告書。頼んでたもんです。これに関してはガチで首かしげてます。ほう、その若さで強烈線と言われてるあなたが興味ありますね。40代ですけど、
私50代ですけど今の地位に行けたの。なんかすみませんでした。